広島ホットキャッツの皆さんです。大きな拍手をお願いします。広島ホットキャッツの皆さんは2012年ニューオリンズジャズバンドとして結成され、広島県内外で演奏活動を行っています。岩国ジャズストリートや大阪ビッグリバージャズフェスティバルなど様々なイベントに出演しています。大人から小さなお子様まで皆さんで楽しめるシンプルで陽気なニューオリンズジャズを広めるため活動をしております。それではお願いいたします。演奏した曲で有名です。はい、いってらっしゃい。はい、それでは2曲目ですけども、昔懐かしい曲でセンチメンタルジャーニー。
holiday. I said to Patricia, I'm gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew all the memories. Got my bag, I got my renovation. Spent each time I could afford. Like a child in one constipation. Waiting up for heaven, counting each mile on railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to do? Got to take this sentimental journey, sentimental journey. Thank you.
ありがとうございます。I'm Fly Away という、ゴスペルソングをお送りしました。ニューオーリンズではこういう明るい曲をね、お葬式の時に使われたりするんですけどね、本当の自由が得られたということで、究極のお祝いの曲になってますね。 I'll Fly Away をお送りしました。それでは次に、アンチークの街角でという、一挙にフランスの曲になるんですけども、ニューオーリンズ生まれのシドニー・ビシェという、作曲家が作った曲で、とても綺麗な曲なので聴いてみてください。アンチークの街角。Thank you.
はい、ありがとうございます。アンチュームの街角でというちょっとおしゃれな感じの曲をお送りいたしました。それでは次は、We'll Meet Again というまた会いましょうという曲なんですけども、第二次世界大戦中によく兵隊さんの間で流行ったという曲なんですけども、平和な今がずっと続いてほしいと思いながら、演奏したいと思います。We'll Meet Again。
とうございます。 We'll meet again でした。はい、ジャズボートさんが今通られています。いいですね、こういう光景も。はい、それでは広島ホットキャッツ最後の曲になりました、ダイナを送りたいと思います。
まだまだ楽しいステージがいっぱいありますので、お楽しみください。ありがとうございました。あ、よかった。